大丈夫っぽいですね。こんばんは。今日はまあ1時間もやらないかなって感じです。40分ぐらい目安。です。なぜなら今日はそんなに顔のコンディションが良くないので早めに終わらせます。マスクしても良かったんだけど、なんかもうマスクが最近貴重すぎてショールームで使いたくない。唇いい感じ、ありがとう。今日薄い。なんで早めに終わります。今日誕生日だったんです。おめでとうございます。すごい。なんかSTU のオーディションの時から見に来てくれる人が誕生日なの、なんかめっちゃ感慨深かった。今おめでとうございます。びっくり。暑いね。暑いよね最近。なんかお昼ぐらいの天気がやばいです。窓開けてるんですけど、なんか風がもうあんまり入ってこないところで、部屋の位置的に、だからね、なんかそんなにしのげてないんですけど、このままじゃ怖いですね。まだクーラーつけてないです。なんかもう今つけちゃったら本当の夏に耐えれない気がする。まあ別に動いてないから、なんだろう、そんなになんか動いてないからこそなのかな、すごい暑く感じるんだけど、なんかもう本当に芋虫のようにゴロゴロしてます。7月ぐらいの気温、やっぱり暑いもんね。でもね、なんか微妙にやっぱ、まあ、日焼けするっていうのもあるし、なんだろう、半袖で外に出たくないから長袖を着るんですけど、まあ暑いのなんのってね。8月とか7月ぐらいになったらクーラーは解禁しようかなと思ってる。まあ5月6月はなるべく我慢したいですね。耐え忍ぶ時。いやもう半袖デビューしてます。もうパジャマでも半袖のパジャマがもうないから、ずっとなんだろう、レッスン着で過ごしてる。まあでも楽ですね。もうモコモコパジャマはさすがに暑すぎてね、着れないです。しまいましたので。今年はマスク焼けするよね。マスク焼けな。私帽子かぶってるから顔は焼けないかも多分。来週梅雨入りなのかな。梅雨入りしたらもう絶対やばいよ。湿気てるよ。暑いねそれは。いや本当に頑張ろう。耐え忍ぼうと思います。
日傘するの、私日傘ささないんですよ。あんまり傘もさしたくないんですよね。まあ雨降ってたらさすけど、なんか邪魔だから、なんとか帽子、今まで毎年帽子ですかね。一応なんだろう、日傘は持ってるんですけど雨の日に使ってる。なんだろう、歩くときにすごい周りの邪魔になる日傘人が多いからかな。ハートありがとうございますもうね、なんだろう、最近何してたって言ったら、もう私この3日間ぐらい同じ生活をずっとしてるんですけど、すごいの、よくまあ開けずに3日間同じ生活してるなってぐらい習性が変わらなくて、まず最近ハマってるこうゴールデンカムイをまずね、まず漫画を読むんですよ。で次にUNEXT、 自分加入してるんですけど UNEXT でアニメを見るんですね。でゴールデンカムイので、その後に、まあ、ニコニコのコメント付きのアニメを購入したんですよ。でコメント付きでまた見て、でまた次漫画に戻ってみたいな、もうずっとその繰り返しで、お腹が空いたら、セブンイレブンのエビ味噌ラーメン、私最近ハマってるエビ味噌ラーメンを食べて、もう3日間ぐらい同じ、ずっと同じ繰り返し、これをずっと繰り返してるんですよ私の一日。すごくない？まだねハマって4日ぐらいだから、多分熱が全然冷めてないんだと思う。多分こっからなんだろう、自分結構新しいものにハマるのがなかなかそんないなくて、だからなんか新しいものにハマった時のその熱量が一日に込められてるから、そうめっちゃハマって、もう今3日間同じ生活してます。いや面白いよ。多分明日も同じ生活すると思います。もうなんかその繰り返しだった、今日も昨日もなんかでも時間がすごいあっという間ですね、この生活3日目ですけど、もうすぐに朝になってるし、すぐに夜になってるみたいな。なんかそれまでは結構なんか、あ何しようみたいな、すごい時間を持て余してて、30分テレビ見る、30分なんかネットサーフィンするみたいな、すごいなんかこまごましてて時間がめっちゃ遅かったんですよ。だからすごいね、いい生活してると思います自分ではうん、意外とねなんか苦じゃない、同じことの繰り返しは別に。ショールームでスティール体操しよう。じゃあスティール体操、自分の番が回ってきた時見に来てくださいもうちょっとかかるかな。そうで、そのなんか一つのことにハマってる時ってなんか他のことにハマる
ハマろうという意欲があまりないから、他の漫画とか動画とかもう全く見てなくて、それオンリーでずっと見てるからやばいなと思って。クマありがとうございます。なんかもうそれが終わっても、まあそのアニメが22クールで24話ぐらいなんですけど、24話まで見てもなんか他のものを見る気になれなくて、なんかその世界にまだ浸っておきたくてまたなんかこうネットで考察を調べながら読み返すみたいな、うん、そんな感じです。クマありがとうございますフフ今何ループ目なの？あでもなんだろう、ニコニコでコメント付きで 見始めて、それが今日で2週目、1話から24話までめっちゃ時間かかったいやわざわざさ、だって自分 Unext 加入しててどっちも1期2期見れるけども、なんか自分以外の感想が見たすぎてニコニコ動画で全泊1ヶ月3000円ぐらいで購入できたから買ってコメント欄を見るために買いましたで、あ一人じゃないんだなと思ってね、あ自分以外にもこれ見てる人いるんだなって思いながらこうやってずっと見てました。なんかよくニコニコのコメント付きでアニメのパックを買うことは結構あるんですけど、でもなんだろう、もともとこう動画サイト、動画アプリ、まあ、Unext に加入してるからそんなに買うことってあんまりなくて、ただなんだろう、考察系とかなんか自分がちょっと頭こんがらがるやつはコメント欄付きで、こうなんかそしたらすごい長文でコピペみたいなしてるコメントとかあるから、こう一時停止してなんか読みながらアニメを見るみたいな、そんな感じですね、今日はそんな感じでした。面白い。コメント付きは集中できない。なんだろう初見だと見ないかも、あんまりコメント付きは。なんか何回も見た動画とかをコメント付きで見ることは多いかもしれません。あと何回見るの？多分もうあと2日3日ぐらいは今日の生活のループです、多分食べ物もなんかずっと同じ、なんかハマったらそればっかりになるから、今ねすごいセブンイレブンのエビ味噌ラーメンめっちゃハマってて、なんかもう1回連続ではないけど4日が3日ぐらい食べてます。1日1回、なんかその昼だけみたいな、まあ、夜とかはさすがに同じやつは食べてないけど、めちゃくちゃ美味しい。見つからない。あでもね、なんかあんまりない、そんなになんか見てないですね、コンビニとかも。だから私はしごしてわざわざそれを買いに行って
買ってます。でもなんか少ないんですよ、ちょっと麺が、内容量があんまりなくて、なんか求めちゃうんですよね、もっと食べたいみたいな。でもまあ一日でさすがに太るしね、一日一回で。我慢してます。それで飽きて一切食べなくなるパターンよくある。私もそういうタイプです。飽きたらもう全く食べない。いやでも本当に美味しくて最近はもう本当それが楽しみ。それとゴールデンカムイをずっとループしてるのがもう私の一日の楽しみです。でもね、なんかそんなに、なんだろう、やっぱりハマって同じ生活を繰り返すけど、なんかそのアニメとか漫画とかもやっぱりこう全部見ちゃうとその先がまだないから、供給が足りなくて需要ばかりがこう私の中でどん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 上がっていって、なんかすごい行き場のない感情って感じ。なんか最初から見返すのもめっちゃ面白いけど、なんかもうずっと同じものを見てるから行き場がない。すごいね、ちょっと苦しい、なんか好きだけど苦しいって感じです。ランちゃんもハマってるの面白い。お気に入りの回とかあるの？あまりね、なんかそんなにこう、なんだろう、漫画のとかアニメとかのこと細かくあまりね、なんかショールームとかで話すのをなんか避けてる節があるんだけど自分。ただね、本当にね、なんだろう、あんまり言いたくない、こういうなんだろう、二次元オタクの面をそんなにショールームで出したいわけじゃないけど。けど本当にかっこよすぎて、私ももう多分ガチ恋しちゃってるかもしれないやばいの、もう私多分ね、赤井秀一以来のガチ恋が始まったかもしれません本当に どうしようと思って、慣れ惜しな杉本杉本さんがかっこよすぎて、もうね、本当に赤井さんの時は小学生ぐらいだったから、なんだろう、初恋がそのままガチ恋に行ったって感じなんだけど、純粋な恋が。でも杉本さんは私が二十歳超えて好きになってしまったから、もう どうすればいいのかわからない、ちょっとガチ恋になっちゃう。そうでね、まあそう、赤井さんを裏切るつもり、違う、赤井さんはもう別格だから、もう全然そんなね、赤井さんを裏切ったとかそういうわけではないんですけど、もうね、なんか、あかっこいいってなってしまって、高い初めて言ったからね、どの辺が好きなの？もう優しいところ優しいし、なんかあんまり主人公を好きになることってなんかあんまりない。どっちかって言ったらこうなんか悪役とかに惹かれ
ってしまったりとか、なんかこうスーパーサブみたいなサブキャラとかに惹かれることが多いんだけど、あんまり主人公、好きな主人公ってそんなに、なんだろう、キャラとして好きな主人公ってあんまり自分の中でいたことなくて、まあ、コナン君ぐらい本当になんですけど、杉本はなんだろう、かっこよすぎてもうなんか抑えられなくなってしまった。何歳ぐらい、わかんない、杉本さん何歳なんだろう、なんか20代だった気がするけど、なんかすごい優しくてなんか強い、もうなんかそんな簡単な言葉じゃ表せんのだけども、かっこいいうん、あーなんかうん、ね、最近は本当にずっとそんな感じです。いやあんまりないですね、そんな、なんか漫画とかアニメのキャラにガチ恋するって本当に全然なかったから、なんだろう、話が好きとかそういうのはあったけど、まさか自分が杉本さんにガチ恋してしまうとは思いもよりませんでしたね。そんな感じです。まあなんで、そのなんだろう、楽しめると思います。ステイホーム中は新しい趣味が見つかったので、みんなに言えてすっきりした。いや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 、なんかそう、でもそのなんだろう、あんまりそういうアニメとかの話をこと細かくまで、なんだろう、語るのはショールームではね、ちょっとなんかあんま嫌なのよなんかそう、知らない人とかもいるから、だからね、握手会とかでぜひ知ってるよっていう人がいたら話しましょうなんか惹かれるからね、うん、って感じです。はい、ぜひぜひ、私のテレビの CM 見たよ。お、ありがとうございます。私もたまに見るんですけど、高確率で自分です今ぜひアプリでヤンジャンで最新話まで、最新話じゃないの、100話ぐらいまで無料で読めるので、ぜひ興味がある方は見てみてください。うん。CM 遭遇するのどんな気持ち？あ、私の声だみたいな。でもね、もう一個あるんですよ。これ自分が出てないんだけど、STU のなんか CM もう一個あって、なんだろう、いっぱいメンバーがポコ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 ってなんかお家で動画撮ってる CM が流れるんやけど、私それ撮ってなくて、あ、こんなバージョンもあるんだって思って、これ広島だけなのかな、広テレだけなのかな、なんか深夜とかしょっちゅうテレビつけっぱにしてると、なんか私の声がしてハッて見ます。今ね、あのコロナに負けるなっていう CM ね、流してました。
なんかいろんなバージョンが結構あって、何時頃やってる、でも私結構深夜に見る確率が多いです。朝とかもあるけど、うん、ほんと不意に、全国、いや広島ですね。ね、ぜひね、見つけた方はおって思っといてください。広島の方だけかな、うん、最近本当にね、なんかアニメずっと見てるから時計が見れないんですよ。だからね、なんか12時と18時に広島鐘が鳴るんですよ。その鐘でね、なんか時間を確認するっていう日々が続いてる。鐘の音で時間を把握してる。時計見ればいい話なんだけど、もうずっと携帯こうやって見てるから、あーって。広島はね、お昼と夕方に鐘が鳴るんですよ。しかも結構大きい音で鐘鳴るんですよね。そう、昔の時代みたいね。なんかでもちょっと古風でいいよね。うん、岡山で聞いたことなかったんやけど、どうなんだろう、分かんないけど。ゆらちゃんが載ってる雑誌買ってもいいですか？買ってもいい、いいと思いますよ。ゆらちゃんね、ゆらちゃんのグラビアめっちゃ楽しみ。なんかでも昔、めちゃくちゃ昔になんか撮影したって聞いてて、本当にでもめっちゃ昔だったから、なんかなかなか出ないなって思ってたけど、最近出てたから、あ、めっちゃじらすやんって思って、めっちゃ楽しみにしてた。本当に半年以上前ぐらいから、うん、楽しみですね。ヤンジャンとシュープレイさんだっけ。ちゃんと買おうと思います。楽しみどういう顔して見るの。もうそれはニヤニヤしながら、えへーへーってしながら見ます。3冊、お、3冊言ってましたね、ツイッターで3冊買ってくださいって。いや、3冊買うしかないですね。じゃあ、ちょっと本屋さんに行ってみなきゃ。
実用、実用って何？お、思った。実用よくわからんで。寒っ。窓開けてるからなんか寒っ。夜がめっちゃ寒いんですよ。閉めようかな。でもめんどくさいな、立ち上がるのが。窓開けてました。ちょっと暑いなと思って、うん、寒くなってきた。いつかおきちゃん出るのは何冊買った方がいい？10冊10冊もう内訳がすごいことになりますね。不況用、不況用、不況用、閲覧用、閲覧用みたいな。10冊じゃ足らんな。ありがとう。あのコラージュするよみたいな。切ってもいいよみたいな。お隣さんよみたいな。コラージュしてさ、なんかさ、段ボールに貼り付けてさ、で158センチに段ボール切ったらさ、等身大パネル作れるよ。私で。私の等身大パネルがお手軽に作れます。実寸大おきちゃん、引き伸ばして、引き伸ばしてください。よくない？等身大パネル。いやさ、なんかこうさ、ここにハンガーがあるんですけど、ちょっとすごい引っかかってる。ここにねハンガーが置いてありまして、すごいコード類に引っかかってるんだけど、ハンガーが。ここにハンガーがあるじゃないですか。でこのハンガーにね、ここに私の顔写真をこう貼り付けるわけですよ、ペタって。でここにこう腹筋をするときに、こう足をねここに入れるわけですよ、ここに。でこう腹筋したらね、キスができるんですよ。あー知ってます。こうこう腹筋して起き上がったら知ってました？そう、ハンガーね。
あの使えるなん知識はい、いや私がリアルに一応杉本さんでやろうかなって思ってたやつなんですけど、皆さんにも伝授しますね。ここにね、こう好きな相手の顔写真を貼って、ここにこう腹筋するときに足をこう入れて、膝にこうつくようになりました。起き上がった瞬間こうああみたいなそう、そういうことができるようになります。そう、なんか筋トレのモチベーションとかにもなりますし、なんぜひあんまりモチベーションないなみたいな、ダイエットとか筋トレ続かないなって人とかはぜひやってみてください。やってるの、いや、やろうと思って用意したんですよあのハンガーをねチュッキンってやつだな。え、なんかわいいチュッキン使ってこ、チュッキン、ぜひね、ぜひぜひこのアイディア多分よくあるアイディアだと思うんで使ってみてください。チュッキンチュッキン、ネットで調べたらなんか本当に昔になんか一回見たことがあって、それを思い出してあいいかもって思いました。はい、見られたらね、うん、もう見られないように本当に最新の注意を払っても、これ見られたら本当人権失っちゃうかもしれません。社会的地位とかを本当にそれらのリスクを背負ってやる覚悟がある人だけやりましょう。私はそう、一人暮らしなんでね、いつでもどこでもやりたい放題なんですけど、出勤はか暮らしの人はめちゃくちゃ気をつけてください。あと、なんだろう、Zoom とかのリモート会議の人におすすめなんですけど、なんか会社の話とかをまあちょっと、ね、お家でやるのってテンション上がらないじゃないですか、上司の顔を見たりとかしながら。そういう時はここにあの顔写真を貼って、このね携帯の上に、パソコンの上とかにこう貼ったら、見られながらお仕事中に見られながら仕事が頑張れるので、これは筋とかはできないなって人とかは仕事のモチベーション上がるためにぜひやってみてください。これもすごい効果あると思います。公式で売り出すべき、グッズ化したいよね、もっとちゃんとした感じでできそうな感じはあるけど、そう、ハンガー、すごいハンガーってさ、やっぱ人の服をかけるところだから、すごい首と肩がちゃんとしてるんよ、ここが顔になるの。疑似恋人を作りたいときは本当にハンガーめちゃくちゃおすすめです。はい、そんな感じです。
どうした今日。いや本当にね、どういうテンションって感じなんだけど、でもそんなに、なんだろう、すごいテンション爆上げって感じではない、ないんだけど、なんだろう、こう本当に冷静、冷静なんだけど、なんか普段通りにすればするほどボロが出ますね。いやちょっと早めに終わってね、あの七並べを最後にこう、なんだろう、5の倍数とかでやりたいなと思ってまして、そろそろ40分、あ、じゃあちょうどいいですね、そろそろランキング読んで、あの七並べします。はい、じゃあちょランキング読みます。13位から読みます。13位がモンブランさん、12位がカイトさん、11位がナナシさん、9位が沖縄さん、あ、違う、10位が沖縄さん、9位がトニさん、8位がマッカさん、7位がトートーさん、6位がローケイティさん、5位がパパパンダさん、4位が太郎さん。13位から読むまでの皆さん、ありがとうございます。そして3位が市下さん、2位が春さん、1位が宇佐さんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございます。では45分から45、50、55、59で七並べやりますので、ぜひ対戦しましょう。バイバイ。ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあ消しますね。3、2、1、バイバイ。